たモーニング、おはようございます。朝すぎて顔めっちゃむくんでますね。まあ、気にしないでくれたまえ、みんな。ちょっと朝やからさ、目もめっちゃ腫れてる。なんか目ボンボンやから、メガネしたわ。朝やからね、メガネボンボンでね、顔もむくむくパンパンやからね、ちょっとメガネでごまかそうぜ作戦。朝ってむくむよね。もう仕方ないよね。これはもう全人類一緒やから。もう全人類一緒やからね。全然ぜ残存もんって、全人類一緒やからね。ね、うん、マジでムクムクパンパンだぜ。見て、またメルヘンハットンの耳。うちずっとこれしか食べてないね。いやでも昨日はあれだったんですよ、チョコデニッシュだったんです。チョコデニッシュやばくね。朝から450キロカロリーぐらいあるね、チョコデニッシュです。ちなみにこれは400キロカロリーぐらい。それな、何が言いたかったかって言ったら、やばい、寝起きすぎて口が動かん。パン噛む力がない。やっぱ水分取られて全然飲み込めへん。はい、でね、顔がむくむくパンパンなんですよ。顔がむくむくパンパンというか、まあ、まあ、まあ確かに太ったから顔がちょっと顔にお肉がついてきてるね。良いですよ。どこにも売ってへん？マジ？もうネットで買うしかやな。もうそれはもうネットで買うしかやな。もうほんま食べたいって思ってくださっているのであれば。ネットで売ってんのかな？なんか分からんけどさ、最近何でもネットやん。なんかネットで売ってそうじゃない？お、今日ひだこの誕生日やで、みんな24歳になったって。ひだと私同い年なんです。いい、メガネ動いたわ。同い年なんですよ。で、後でおめでとうって呼ぼうと、まあ、ツイッターでひだこがお誕生24歳になりましただって。そうなんだ。そうか、あ、間違えた。そうなんだ。そうそうそう、
優しい。カウントで申し訳ないですが協力させていただきましたって、イベント頑張ってくださいねだって。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、めっちゃこう寝起きやからガサガサやけどごめんね。すごい、このさ今日のグラビアってさ、さよならモーリさんでご活躍見ました。一芸がグラビアにつながりスタッフ一度も気合がいた。そうなんだ。こういうことか。 AKB のさよならモーリさんの番組企画内で実現したパントマイムグラビア、ぜひチェックしてね。さよならモーリさんきっかけでこのグラビアが実現したってこと？すごいすごいね、それはすごい、それはすごいわ。最近さよならモーリさん出てないけど私出てたの最初の方っていうわけでもないけど、ちょびっと出たけど、そこからでないですね。割とね頑張ったつもりなんですよ。だってさ一番初めて出たささよならモーリさんの時さ、一発目でまさかの脱落するっていうね、やばくない？初めて出れたと思ったらさ、一発目でさ落ちてさ、敗者復活で復活してんで、すごいよね。ね。あれは我ながらすごいなと思ったわ。その次に出たのが、なんだっけ、カーリングかな、暴露カーリングかな、次出たのが。放送のあれで言ったら違うんやけど、その収録で言ったら2回しかしたことないから、その後がなんかあれだったね、あのほら AKB の早着替えチャレンジとかがあったやつや。早着替えだったら衣装のさ年代順とか衣装が誰かっていうのを当てるやつと、あと放送で言ったら、あとなんか自分で暴露しますみたいなやつ。そう、なんか自分で暴露しますって、あの私がベイビーがボンバーヘアだったっていうやつと、あと暴露カーディングだ、暴露カーディングに出た。そう、でもさ暴露カーディングさ、なんか最初にやった暴露カーディングって結構みんな上手かったらしいんけど、なんか私が放送会に参加した暴露カーディング、めっちゃみんななんかねすごい調子悪かったみたい。そう、でもみんな褒めて。私ねその暴露カーディングで誰も成功してへんかって、あの的に入れるの私が一番最初に成功してんで、すごくない？そうだよ、すごくない？すごくない？でも結局最後まで私だけやったっけな、その回だ、その回は。そう、すごくない？あのみんなが成功できていないのに初めてで成功したのよ。確かその私が暴露カーディング成功した回はね、
どこがどうだったか全然覚えてないんだけど。そう。一番ってなった。まあ、その後ゆきりんさんやったっけ、に飛ばされてんけどね、すぐ。 そう、でも成功したのは私だけっていう、すごいでしょ。みんなが失敗しまくってたからさ。そう、外しまくりでただ暴露するだけみたいになってさ、なんかそのさ、カーリングが枠内に入って、それを弾いてみたいなのが良かったみたい。なのになんかみんなストレートで枠外になってたから、それね、暴露される方が面白いかもしれんけど、ただ単にみんな枠から外に行ってるだけやったからね。そうよね、ハラハラ感もなかったよね。1回目の暴露カーディングの方がめっちゃ面白かったかも、確かに。なんかまあファンの人はもしかしたらまあただ単に暴露されるのが面白いからいいかもしれんけど、企画的にはちゃんとなんか1回目の時ってなんか暴露は結局されないメンバーもいたりとか、結構みんな枠内にちゃんと入れて、で弾いて暴露みたいな、そう、そういうのが結構あったから、なんかね、スタッフさんも「ええー」みたいなの言ってたもん、めっちゃ。 今日調子悪ないみんなみたいな感じで 言ってた。いや、分からん、私それが初めてやったから、ちょっと床の違いには床の違いは知らん。そう、せいさんがね、違う、やっと入れてくれたからめっちゃ喜んでくれてた。すごいジャンプ力だったもん。そう、だって誰もさ入れられへんかったから難しくて、それでせいやさんが喜んでくれたから嬉しいねって感じ。目がめっちゃ乾燥する。ああ、ぼーっとしちゃう。そう、また出たいね、さよなら皆さん、機会があれば。機会があればまた出たいね。今日めっちゃ暑いって。マジ？
っちゃ暑いらしいよ。めっちゃ暑いって、わあめっちゃ暑いんだって。もうやだね、みんなみんな水分は取るんだよ、ちゃんと。お仕事で通勤の時、通勤帰宅の時、くしゃみでそう。気をつけた方がいい。なぜならば、ああ肌ブツブツする。なぜならば、暑いからです。ああ鼻のムズムズ止まらん。マジで鼻のムズムズね、止まらんからね、気をつけた方がいい。鼻のムズムズじゃないわ、間違えた、それ自分や。熱中症にね気をつけた方がいいって。今日は暑いらしいよ、みんな。頑張って、気をつけてね。そうそうそう、とりあえず水分だね。水分を取って、水分を取って、水分を取りまくってください。特になんかね、お外お仕事の人とかは気をつけないとね。お外お仕事の人、なんか会社の中とか やったらいいんやけどさ、お外お仕事の人はさ、暑いから大変よ。でもお外お仕事の人ってなかなか飲めんよね。ああいうのってさ、休憩ってなるまで飲めんもんなんかな。買って飲んでいいんかな。でもさ、飲むタイミングわからんよな、お外お仕事の時さ。え、どこで飲んだらいいみたいな、ならん。でさ、こうやってさ、ドド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 とか言うんだってさ。それでさ、あー喉乾いたなって思うけどさ、それで急にパーってさ行ってさ、グググググって飲んでさ、新人の子とか、おい新人みたいな、何休憩してやがるってさ、先輩に怒られそう。ね、
今は違うんかな、なんかむ、そう、なんか昔はそういうイメージがさあったけんさ、なんかそういうもんなんかなって思ってたけど、そんなことないんかな。いやでもね、なんかさ、社会だけじゃなくて部活でもそんなんやからね、きっと。多分牛のとこはね、そんなに厳しくなかった気がするけど、まあでも休憩の時しか水は飲んでないけど、基本的に。けどね、そんな厳しくなかったけど、マジで厳しい部活は超絶厳しかったりするよ、本当に。休憩一回もないみたいな、部活終わるまで休憩一回もないみたいな。そう、あっても一回みたいな、何時間もやってんのに。なんか学校終わりのさ、部活とかさ、なんていうの、そのちょっとしかできんやん、授業して、そのさ、帰らないかん時間って決まっとるやん、何時までってさ、チャイム鳴ってさ、のやつでさ、本当に休憩1回もなかったり、飲んでも1回とかしかなかったり、あるよ、昔じゃない、あまり言わないけどさ、なんちゃらかんちゃらに引っかかるから。でも私は知っているの。しかも私より若い世代の子 の部活、ある部活、そんなんだったよ、練習の時マジで倒れるかと思ってたらしい。 みんな気をつけて、水分補給はしっかりよ。倒れたらかなわんねんな、ほんまに。え、マジで夏の熱中症ほんと気をつけた方がいい。私あるもん、マジで。部活の大会っていうかな、の時に遠方やったんな、そのバスに乗ってみんなで行くみたいなやつで、まあ、行ってて、でさ、私はもう試合出られへんからさ、ベンチで応援なので、コートがいっぱいあって、大会からその試合のあるコートのとこまで自分らで移動して、立ってずっと応援しよったん、炎天下のとこで。も帽子かぶっててんね、ちゃんと。で、立って応援しててんけど、マジで暑すぎて、ちょっと気持ち悪くなっちゃって、やばいって思った。それで「ごめん」でもほんとちょっとめっちゃ我慢しててんけど、さすがにもう無理だと思って、ちょっと一緒に応援しとったメンバーに「あ、ちょっとごめん、ちょっと気持ち悪すぎてやばいから、ちょっと」って言って、とりあえず自分の荷物がある場所に戻ろうと思った。結構距離あんねんけど、戻ろうと思って歩いてたら、もう前見えへんくなっちゃって、よく熱中症とかである、こう前がさ真っ暗になったり、なんか砂嵐っぽくなるじゃないですか、なっちゃって、そう、ああやばい歩かれへんと思って。でもこうやって、ま、目の前真っ暗やけど、こうやって歩いててん、こうやって でもさすがにもう無理だーってなって、しゃがみ込んで、ああやばいってなって、血の気めっちゃ引いてるからさ、そう、やばいってなって。でもその大会っていろんな学校のいろんな人がおって、だから学校によって保護者が来とったりする学校とかもんの、ね、そしたらそのなんかもう知らん高校の保護者が「大丈夫ですか?」みたいな言われて、なんか
それで救護室に運ばれた救護室に運ばれて、そう、それで顧問の先生が来て、それでまあでもとりあえずその全部試合が終わるまで途中でちょっと休んでて、もう大丈夫になったらまた応援に戻ってんけど、そう戻ってんけど、で学校に帰ってきて、それでチャリンコで帰んねんけど、いつも倒れたからね、マミーかわいそうに、うちのせいでマミー呼び出されて、そう、ちょ熱中症でみたいな、マミーの車で帰ったそう、でも夏の熱中症とかめちゃくちゃさ、ほんとダメなんだけどさ、目が前が見えなくなることとか普通にあった。貧血気味だったん、ずっと中学生の時とか特に。だからさ、めっちゃさ鉄分のさプルーンとかさ、鉄分、一日の鉄分が補えるジュースとかめっちゃ飲んでたの毎日。そう、うん、ほんと中学生の時とかめちゃくちゃだから貧血がすごくて、なんかさよくさ、なんていうの、ソーランとか踊るやん。それでさ、なんかさ次は何年何組ですみたいな感じで言うまでさ、ずっと座って待っとかないかんや、ああいうのって。運動会の時とか、あの座って待っとる時にもうすでにね、やばくて、こう立ってさ、その披露する場所まであれこうやって走っていくやん、走っていくねんけど前見えてないことめっちゃあったもんこうやって走っていくねんけど前見えてへんから適当に走っていって、この辺やろってなって、でだんだん戻ってくるの、ちょっと泣しちゃったら、ほんで、あーあーあっとるわ、ここは、あ立てとる立てとる言うて立って踊りよったからな、やばいよな本当に。でも普通すぎて、なんかそう立ちくらみがね、そうすごくて、なんか前が全然見えなくて歩いてることめっちゃ多かった昔は。今は全然やけど昔はめっちゃ多かった。よし、ランキング読むよんうん、13位としさん、12位しゅうりんさん、10位あーさん、10位あきいこさん、9位チョロさん、8位しんのさん、7位はるたろうさん、6位ジェリーさん、5位ヤングさん、4位サングラスのあいじさん、3位マックセイトさん、2位岡山さん、そして今日の第1位はゆみごんさんです。はい、というわけで次が13時なので、皆さん2時間半後かなに、皆さん13時ということでお会いしましょう。はい、というわけで今日も朝からありがとうございます。今日は一日できるので一日よろしくお願いします。それじゃあ皆さんまたね、バイバーイ。